西神楽に着きました。4、初めて見ました。これ使われることあるんですかね。初めて見ました。で西神楽、西神楽です。古戦橋です。古戦橋に渡っていきます。に乗りプラットフォーム。重厚ですね。120年前からある駅は違いますね。旭川側です。この車止めがある車線は使われてないですね。サビサビです。こちらは美瑛側ですかね、まあ、富良野側と言ってもいいかもしれません。左側に車止めが見えます。そう、一線スルーじゃないんですよね、ここね。近くらい駅、素晴らしい。LED、 古戦橋の照明も LED 完備、素晴らしい。さすが120年前からある駅です。ただも綺麗ですね。 LED、素晴らしいです。横にもついてます。手すりも丈夫そうです。素晴らしい。そして交換駅特有のいろんな建物がついてます。こっちの高炉は錆びてないです。新しいですね。これ乗車の世界に落ちたよね。千代川岡駅にもあったこのトランス付きの、危ないですけどね、機械があります。それでは西神楽駅に駅舎に入りたいと思います。すり込み中。邪魔します。西神楽、旭川駅ですね。旭川駅中央です。この切符売り場だったとこたまらないですね。これは素晴らしい。そして券売機です。白滝北西2320円、素晴らしいね。北西機乗せてくれてありがとう。頑張れ。それ本線、やっぱこの点つりしてあるのがいいですね。天井に吊るしてカメラもあります。点釣りしてるのがたまりません。新金、塚本さんやってないですね。目の前が国道です。換気口もある。 FF ストーブもあります。
ストーブの時間についてこのようになってます。朝だけ寒いですから、西神楽駅発車時刻同じなんですかね。なんかこれ西神楽駅の時刻表は大きいですよね。で、椅子でございます。素晴らしい、ね、縫い物のカバー、こちらにもありますが、はい、ということで、次の列車は17分旭川行きです。意外に時間がないです。ということで、書いてる前にですね、座っちゃいます。はい、座ってグルをやります。恒例の座って、後ろは国道なので映しません。はい、広いですよ。ちょっとしたパーティーはできるかもしれませんが、うん、でかい窓を開ければ、うん、3密は防げそうです。うん、このでかい窓はかなりトレインビュー期待できます。ということで、国道側から見てみたいと思います。一旦出ます。まさにモダンです。今日は一番線ですよね。さあこちらで待ってましょうかね。監視カメラ。そうですよ。こういう券売機とかあるのところは絶対監視カメラないといけないんですよね。昨今のニュースを見るに。うん、絶対ダメですからね。犯罪行為はいけません。プラノ線は駅ノートがない、まあ、でもやはり日常的に使われている方が多いからなんでしょうかね。旭川駅に置いてあったのはすごいですけどね。いやでもこの切符売買機だともうこれたまらないですね。もう大好きですね。これがあると嬉しいですね。外出てみます。いきなり来た。そしてあの列車に乗って富良野線とお別れです。ありがとうございました。
桜の線とも別れですね。Thank you.